新年明けましておめでとうございます。こんにちは、ルッチカール店長です。今年もね、なるべく簡潔で分かりやすく皆様のコーディネートのお役に立てるような動画を作っていきたいと思っておりますので、引き続き応援していただけたら幸いでございます。はい、2024年1月最初の動画は恒例の1月のコーディネートというテーマでお話しさせていただきたいと思います。もうね、1月2月ここに関してはとにかく暖かく楽に過ごせるようなスタイリングを心がけていきたい。そこがポイントです。そして大人の上品さを備えたようなコーディネート、またね、本日もいくつか考えてみましたので、最後までお付き合いいただけたらなと思います。はい、まずはね、ちょっとドレス寄りのコーディネートしていきたいと思います。はい、休日にウールパンツ活用していきましょう。冬はね、ウールのパンツ履いたら間違いなく暖かい。ウールパンツ慣れてもらうと本当に使えるアイテムなので、ぜひ挑戦していただきたいと思っております。で、休日に履くようなウールパンツとしてすごくおすすめなのがこのブリリアというブランドのウィンブルドンというモデルです。若干腰回りゆとりを持たせていて、ワンプリーツ、そしてウエストが全部ゴム、ズボッと履くようなタイプなのに、パッと見そんなイージーパンツには見えないというところがポイントです。そしてフロントの紐ですね、先端がゴールドになってます。少し垂らしておくと、これだけで結構スポーティーな見た目になるという感じです。そしてトップス、おなじみのジョンスメドレーの24ゲージです。寒くなってきたら定番の30ゲージより24ゲージのが暖かい。30ゲージと24ゲージそんなに大差ないだろうって思われる方いらっしゃるかもしれませんが、全然違います。かなり暖かく感じますね。そして若干のゆとりがあって、かつ一番の特徴はネックが楽、ちゃんと首周りを覆ってくれるのに締め付け感が全くない。そして高さもそれほどないので、タートルネックが苦手な方も取り入れやすいという、そんなモデルです。注目はこの色、ラピスブルーという色なんですが、鮮やかなブルーですよね。これは本当に上品でいい色だと思います。顔写りも良くなります。何かね、パワーがみなぎってくるような感じです。黒とかネイビーもちろんいいんですが、こんな明るい色ニットでなら取り入れやすいと思うので、ぜひ挑戦していただきたいなという感じです。ではこちらに対してジャケットを羽織っていきたいと思います。はい、ラルディーニのニットジャケット、ダブルブレストのものを着てみました。最近ね、ダブルのジャケット非常に注目されています。ただカチッとした通常のジャケットでダブルだと堅苦しいイメージがあったりとかね、なんか偉そうに見えるっていうことでね、抵抗ある方結構多いです。そんなダブルもニットジャケットとかシャツジャケットとか、そういったちょっとカジュアル要素のあるもので取り入れると意外とすんなりいけます。特にこのニットジャケットね、もうほんとカーディガンのように煽ってもらう。前のボタンも締められるんですが、締めるとねすごくダブルって感じがするので、ここはもう外して本当にカーディガンのように着てもらう。ダブルはね、シングルとは違って全体感が本当にカーディガン寄りになります。特にこういうニットや少しゆとりのあるようなパンツと合わせると非常に相性がいいので、こんな感じでダブルのニットジャケット挑戦してもいいんじゃないかなと思っております。そしてウールのニットジャケットってね、暖かいです。これぐらいの合わせだったら十分に暖かい。はい、ただね、これで外へ出るっていうわけにはいかないので、この上からまたコートを着ていきたいと思います。全体に楽で少しゆとりのあるようなアイテムなので、コートもイーボというアウターブランドが出しているオストゥーニというシングルブレストのコートです。通常のねチェスターコートと比べて着丈も長め、膝下十分な長さがあります。そして肩とかもね、最初から少し落とした作りになっているので、全体的にゆるっとした雰囲気が出ています。ただ若い子が着るようなダボダボといった感じはないので、十分にねお仕事にも使っていただけるようなシルエットです。はい、今季ね初登場かな、このライトグレー。いろんなアイテムでこういった淡いグレー非常に注目されています。これもね顔写り良くなる効果があるので、普段ダーク系のコートしか持ってないよっていう方なんかはこんな色取り入れてもいいんじゃないかなと思います。はい、寒いのでラフにねちょっと前を結んでいただいて、こんな感じで襟を立てていただいてもいいかもしれませんね。すごく男らしい表情になります。さらにね、マフラーとかも必要な時期です。はい、ジョシュア・エリスのチェックのマフラー巻いてみました。
もうこういうね防寒アイテム今時期活躍できるので、アクセサリーとしてね取り入れていくのもいいし、ちゃんと首周り温めると全体的に暖かく感じるので、マフラーぜひね活躍させていただきたい。で、今回取り入れてるのはネイビーのチェックですね。マフラーの基本としてはどこかの色を拾っておくと合わせがいいです。ただ全く違う色持ってきてもいいと思います。ここに赤のマフラーとか真っ青なマフラーとか持ってきてもかっこいいと思うんですが、落ち着かせるためにはどこかの色に合わせる。今回はネイビーとちょっと明るめのブルーのチェックなので、今日着ているようなねブルーのニットにネイビーのジャケット、そこに合わせるためにこんな色を選びました。ネイビー系だったりブラック、ブラウンあたりを洋服で取り入れている方多いと思うので、そのあたりのカラーを拾ったマフラーを選んでいただくといろんなコーディネートにね使えるんじゃないかなと思います。はい、続いてはこんなスタイルです。引き続きウールパンツです。こちらベルウィッチというブランドのジェーモレロ新型ですね。はい、この冬に登場したんですが非常に好評です。シルエットもね結構細身で綺麗な感じだと思います。これでワンプリーツ入ってます。ちょっとだけ腰回りにゆとりを持たせているんですが、シュッとテーパードしていて綺麗なシルエットだと思います。お手頃とは言いません。決して安いものではないんですが、周りのね高騰から比べるとちょっとお優しめなので、注目しておいてもいいんじゃないかなというベルウィッチのウールフラのパンツです。はい、そしてお色がブラウン、この冬ずっと押し続けているブラウンですね。に対してもうあれこれね重ね着めんどくさいから1枚で完結するようなニットってどれなのって言われた時に、間違いなくおすすめなのがザノーネの5ゲージです。これねあの名品と言われるザノーネの京都モデルと同じ糸で作っているタートルネックです。間違いなくあったかいですね。インナー着てこれ着て、もう室内だったらこの上に何か羽織る必要はないぐらい暖かいので、今時期一番使えるニットなんじゃないかなと思います。そしてこういうホワイト系取り入れるのいいですよね。すごく爽やかな感じになります。顔写りが良くなる、若々しく見える。綺麗な色を取り入れるのがちょっと抵抗あるなって方は、こんなオフホワイト系の色をね選んでいただくとまだね使いやすいんじゃないかと思います。はい、こんな感じで室内は OK。 この上に外に出る時用のアウター着てみたいと思います。はい、以前もねジャケット型のダウンとして特集させていただきました。すごく好評でした。イタリア人らしいアイテム、イタリアのねアウターブランドの展示会に行ったら必ずと言っていいほどあるのがこういったジャケット型です。ジャケット型のダウンで中にこういう前立てがついてます。締めてみますね。はい、スタンド襟のインナーを重ね着しているような見た目、なかなかねやっぱ日本のブランドとかにはこういうものないので、いかにもイタリア人っぽいスタイルになると思います。本当僕気に入っててね、この形冬すごく活用します。休日めちゃくちゃ暖かいし、ダウンブルゾンって結構スポーティーでカジュアルすぎちゃうイメージがあるので、こんなものだったらこれだけですごく上品になります。足元スニーカーにしてもめちゃくちゃ品がいいんですよね。しかもこういった色、これウールなのでやっぱりね独特の高級感ある色が出ています。はい、でねこの前立て部分、これ首まで来るのでタートル着てなくても上まで締めればマフラーいらず1枚で完結します。そしてもうちょっとジャケットっぽいスタイルしたいなっていう時は簡単にここでファスナーで外れます。はい、前立てを外したと仮定して内側に曲げています。まるで見た目変わりますよね。ジャケットスタイルになりました。はい、ジャケット型のダウン、こんな感じで前立て外して着ていただいても十分かっこいいですよね。はい、そしてこれはもう定番の形なので何年着ていても古臭く見えません。イタリアっぽく上品に着られるダウン、何かないかなってお探しの方はぜひねこんな形の、そしてウール素材のダウンジャケット取り入れてみるとコーディネートの幅がぐっと広がると思いますのでおすすめします。はい、続きましてはこんなスタイルです。もうね毎回登場してるのでまたかと思われてしまうかもしれませんが、暖かくて楽なパンツ、もうこれしかないんです。ジャブスアルキビオのマサッチョモデルのリブニットです。はい、この伸びです。肉厚で肌触り抜群、厚手のニット、ウールじゃないコットンニットなので肌触りがいい、そこポイントですね。なんかチクチク感とか苦手な方これ大丈夫です。そして暖かい上に細身ですごく綺麗です。スニーカーなんかと合わせても相性がいい、大きなポイントです。でジャブスアルキビオのマサッチョモデルリブニットのグレーに合わせたのがジョンスメドレーの30ゲージのタートルです。はい、この薄さですね。
ドロドロです。先ほど24ゲージのジョンスメドレーを着ました。そしてこちらは30ゲージ次にまたこの上にねニットを羽織るので薄手のものにしました。はい、グレーグレーで合わせてもいいのっていう時はなるべくこう濃淡をつけてあげる、コントラストをちょっとつけてあげた方が非常にまとまりが良くなるのでおすすめします。こんな感じでしてもらうか、逆に上を濃くして下をちょっと薄くする、こんな感じでいいと思います。はい、ではねこの上にニット着てみたいと思います。はい、着てみました。イタリアコーデには欠かせないアイテムとしてずっとねおすすめし続けているスタンド襟のフロントジップの羽織物です。このままカーディガンのように軽く羽織っていただいてもいいし、フロントジップを締めてダブルジップなので裾をねちょっと開けてみるっていうか、こんな感じの着方もいいなという感じですね。この上にジャケットも羽織れるぐらい厚手じゃないです。このグランサストのニットは定番の12ゲージメリットです。中はジョンスメドレーの30ゲージ。こういったスタンド襟のニットの下にはシャツを着た方がいいですか？質問が多いことなので着てみたんですが、ニットで全然いいと思います。はい、昔はね、なんかニットの上にニットってあんまり着る感じじゃなかったんですが、今はブルーネック、モックネック、タートルネックの上にまたさらにニットを着ていただく。こんな感じの着こなしは十分ありだと思うので、どんどんね、取り入れてみてください。はい、これがね、室内のスタイル。このまま上に今度はねアウターを着ていきたいと思います。はい、めちゃくちゃオーラありますね。すごいかっこいいと思います。ムーレーのグリマというモデルですね。やっぱり顔周りのボリュームです。他にはない、そんな感じですよね。ダウンもめちゃくちゃ質のいいもの入ってるので、もうこれだったらもうどこへ行っても1枚で十分。中も本当にハイゲージのニット1枚でいいと思います。それぐらい暖かい。丈感としてはちょうどお尻がね隠れるぐらいのハーフコート丈っていう感じでしょうか。これぐらいの丈感のものを持っておくと、ジャケットやスーツの上に羽織った時丈がね見えないので、少々丈長いのを揃えておいてもいいんじゃないかと個人的には思っています。前立ての部分ファスナーで着脱できます。ただこれがついててこのデザインっていう感じなので、外さずに着ていただいた方がいいですね。中だけ閉めて前開けっぱなし、こんなスタイルがかっこいい、ムーレーのグリマです。はい、というわけで今回は1月のコーディネートというテーマでお話しさせていただきました。もうねあっという間に年を越して1月始まってしまいました。これからもうすぐに春物が入荷してくるタイミングです。徐々にね春物の紹介も含めて進めてまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。本日も長い時間ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。